こんにちはこんばんは、ミルクサッカーアカデミーのノーミルク佐藤です。えー、つい先ほど、北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズの明治安田 J リーグ第3節ですね、J1 リーグか、第3節が行われまして、それが終わったところでちょっと今収録してるんですが、えー、今日はこのレビュー、札幌浦和戦でございまーす。よろしくお願いします。ちょっとスケジュールの関係でまた佐藤1人で撮らせていただいてるんですが、えー、1対0、浦和レッズ勝利です。 酒、えー、井宏樹選手の、まあ、後ろから飛び出してくるヘッドっていうか、あのすごくなかったグスタフソンのギュインギュインあのクロス。 あれ、惚れ惚れしましたね。ネ、ね、ウレッツサポート。あとは、今日はね、J1 リーグはこの札幌浦和戦。しかも、昼時の早い時間から始まったっていうのもあったので、もしかしたら見れてる人多いんじゃないかななんて思いますけど、まあ、なんで浦和が勝ったかとかっていう話までには、ちょっと今日のレビューはならないかもしれないんですけど、浦和は結局、でも勝ったのにはやっぱり理由があったなっていうところも含めまして、えー、まあちょっと見づらくなっちゃったら、発展途上という、えー、 これサムネイルさせていただいてるんですけども一体なんで結局、浦和が、まあ、2週間前の,あの広島戦ですよねあそこから比較して少なくともこう他のチームにこう勝てるぐらいのところまで上がってきたのはなんでだったのかなっていうところだったりあとは札幌が残念ながらこれで開幕3試合でまだ勝ちがないという状況1分け2敗、ね、になっているわけなんですが。 得点もなくでこの試合でもまあ惜しいシーンはあったけども結局崩せず崩すことができなかったという形になりましたがいったそれは何でだったのかということはちょっと図解の中でなんか話していけたらなという,ふうに思っておりますので、えー、ぜ,ひぜひ今日皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 ミルアカ毎日、毎朝、毎晩、大体ね、えー、やっておりますので、えー、できればチャンネル登録等で、えー、ちょっと後押し、高評価、高評価じゃないな、えー、こう、応援していただけるとすごく嬉しいでございます。ということで、じゃあ今日も行ってみましょう。まずはスタメンからでございます。こちら。 北海道コンサドレ札幌の方からいきましょう、まあ、残念ながらとかこれで第1、第2ゴールキーパーが負傷でいなくなってしまうという事態に陥ってしまい青果選手が、えー、増すために名を釣られましたでただまあ課題、課題というのも変な話ですけど4人いるゴールキーパーでもう2人になってしまったので、まあ、ここはちょっと今後に向けて気になる部分ではありますね。 でディフェンスが馬場君、岡村君、えー、菅賀君という形になりましたでボランチは荒野駒いで右、朝の左、青木スパチョークが戻ってきて左に入り、えー、トップ勤めてた小林優輝選手が車道に入った上で鈴木武蔵という形になりましたとあとは家泉選手がベンチに入ってきてという感じですねで高卒ルーキーの原康介君は、えー、これで2試合連続結局途中でまた試合に出てたってところがあるので高卒ながら3試合 中2試合でも出場してるっていうのはこれすごい話ですねはい対する裏は、えー、いつも通り って言いたかったのが、センターフォワード、興梠心臓右ウイング、前田直樹。前田直樹選手は前節の時が体調不良ということで外れていたらしいので、まあしょうがないっていうのもなんか変な話ですけど、前回がそれでねどうしてもベンチ入りする状態ではなかった形だったから、あれでしたがってので言ったら、まあなんとなく納得いく部分ではあるでしょうね。ちょっと変化つけたいっていう面と含めてね。 でえー、だからサンタナ選手のところだけコーロキ選手とスタメンが入れ替わったということになりました。でその他がまあ西川、ショルツ、ホイブラーテン、ヒロキ、渡辺、龍馬、グスタクソン、小泉、伊藤という形の流れというか今年、えー、そういうスタメンでございました。でこれをかみ合わせてみると、ちょっと裏側が左って形の表になっちゃうんですけど、まあ、こんな感じにはなりますね。 浦和がまあ4、1、2、3で左から右に、札幌が3、4、2、1で右から左って感じでちょっと作ってみました。で、これをかみ合わせるとよりこういうことになったなということで、まあ、やっぱり、あれですね、浦和からすればホイブラーテン、ショルツ、グスタフソンの2センターバックプラスアンカーってところと、札幌とすればワントップ、2シャドウのところが、 まあ噛み合わされるような感じというか、まあそこをぐるっとこう変化させるような形で、やっぱり札幌が非保持の段階で言えば基本的にはもうオールコートマンツーマンっていうのが状態だったんじゃないかなと思います。で、こ,こからいろいろ話を始めていくつもりなんですが、まあ正直、えー、どっちかが超良かったっていう試合ではやっぱりなかったのかなとは思います。で、その一つの理由としては、どっちのチームの例えばスタメンだとか戦力値が、なんか全然ダメだからだろうとかそういうことじゃなくて、 大変そうだったね,あれねなかなかこう、なんかなんでもないところでスーパーバウンドしてませんでした、何回か。コロコロコロ、ズドンみたいな。<laughs> なんでやねんってちょっと思いましたけど、だからなんかこう、あえてこうスピード、なんか今日パスのスピードがちょっと全体に遅かったなと思っててあの、空中は別なんだけど、地上を這わせるような系のパスは、あえてゆっくりされていたなっていう感じがあって、あれ、あれですよね。 早いパス出しちゃうと、今言った通り、そのコロ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 ーゾーンってことで、あの、違うバウンドが加わっちゃって、トラップというか、レシーブするタイミングとかがやっぱずれちゃって、それでこぼして、というか、それで変なバウンドになっちゃって、そこからボール奪われるみたいなことになったら、もう結局パスサッカーのクソもう何もないだろうって形になっちゃうと思うので、ちょっとそういうスピードはコントロールされていたんじゃないかなっていうふうには思いますと。 でただ、とはいえなんですが両チームとも良かった点っていうのはすごくあってまず浦和で言うんであればこの3試合広島戦開幕でやりました次、ベルディ戦やりましたで今回、札幌戦でしたで、まあ、試合の内容というかやっぱり浦和側からすればこう札幌のこうやり方みたいなことで考えるなら上福ベルディはちょっと違う形式だったので まあ、スキッペ、広島と、ある意味では、この、ミッシャー、札幌っていうのは、両チームとマンツーマンでやってくるだろうっていうところがあったからか、広島戦でできなかったことが、やっぱり、ヘグモさんとしても J リーグ、この J1 リーグを2試合経験してきて、いわゆる、それ以外にこうスカウティング、戦術分析をするよっていうところで言ったら、すでに3試合やった段階でなので、全然、こう、J リーグに対するリスペクト感っていう方が僕は正しそうな気がしますけど、 なんか、進みましたね、なんかこうすりゃいいのかなみたいな感じたものが進んだように見えて、開幕戦でできてなかったことが明らかにできるようになってきたっていうのが良かったなというふうに思いました、まあ今からまた話すけどねで、札幌はちょっと先発組でどうのこうのできたわけではなかったんですが、その間に1点取られちゃったのもありましたけど、ただ途中交代で入ってきた組がすごく良かったんじゃないかなと思いました。 最後の,方のやっの田中克幸選手と原康介選手の連動なんていうのも良かったりするしあとは長谷川達也選手がやっぱりこうドリブルのキレっていうところから裏和の,の、ね、相手左サイド側のところをずいぶん食いつかせたっていうところがあってあそこでちょっとテレビ画面的に奥サイド奥の方のサイドですかいわゆるバックスタンドって側にな,りますなると思いますけどあっち側から何か動きそうな気配っていうのがちょっと死んだなっていう感じがあったので。 まあ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 、まあ、あれはでもねそこから右に振ってで田中からの腹みたいな流れでこう行こうとしたとかあとは馬場くんの斜めの横断とかもすごい良かったんじゃないのかなってことはすごく感じられたよーという試合でございましたでまあちょっと浦和側の話の方が多くなるかなと思うので札幌は何が問題だったのかなとかってことを含めながらちょっと話していきたいなと思うんですけどまあやっぱこれですよね先ほどのところから並びを変えましたどうなってるのかというと改めて見ていただきました先ほどはこれね でもってこれなんか、まあ、ざっくりこれだけちょっと書きましたけどこれはやっぱり良かったなと思っていてえー、なんかね浦和とレーパーこういわゆるもともとのこのファーストスタメン組のところとあといわゆる B チーム的な方というか結構序盤からキャンプの序盤から序列っていうのは明らかに発見。 ね、はっきりしている部分があって、あとは、グッサフソンとか、ソルバッケンとか、そのあたりがどれだけこうフィットするかによって、まあ、A と B が変わったってところとかはありましたけど、まあ、ずっとこのメンバーでやってきたわけです。まあ、今回だけね、サンタナ選手から興梠選手に変わったってことはあるにしても。でただ、開幕戦の札幌、ごめんなさい、開幕戦の広島戦と比べたら、やっぱ何が変化したかって言ったら、もうこれじゃない前回のベルディ戦の後半からはちょっとちょこちょこやりだしたなって感じでしたけど、あん カープラスインサイドハーフじゃなくてダブルポランチプラストップ下っていうところといろいろやってきたなっていうところがありましたちょっと広島戦を1回振り返ってみましょう広島戦思えばこんな感じでしたよね もともと広島も札幌と同じようなフォーメーションで3バックダブルボランチでウィングバックに2シャドウプラス1トップって感じだったんだけれどもここからソティリューと大橋がショルツホイブラーテに対してまあこうね アタックして、それでグスタフソンを加藤君がマークする、まあ後からね河村選手とかもありましたけど、なんで全体的に、えー、この人とこの人が戦うんだってことがまあ分かりやすくてで、だったんだけども、別に伊藤敦樹、小泉芳雄の2人がこうグスタフソンのこうサポートにこう出てくるような動きだとかってことが行われず、サンタナも降りてくることなく、ウイングの2人も降りてくることなく、サイドバックがグスタフソンの脇に来るなんてこともなかったから、それぞれがもう、可変の動きなんて全くないレベルだった。 たのでそれに対して広島がそこに対してマンツーマンの強度の高さだとかやっぱり3年目と1年目っていう連動の高さってことを示しながら結局は広島に勝っていったって試合ではありました。あれはね で、まあ、これで他に言うんであれば、まあ、プラス、ロングボール、ホーレドも、荒木にサンタナ破れてしまったりだとか、であとは、佐々木翔のところ狙いに行くんだけれども、そこら辺も、あのー、結局彼が勝つ。まあ、ほとんど佐々木翔、荒木、塩谷って3枚は、ずっとね、浦和にこう、勝ち続けていた。で、しかも、移動がないので、 スペース的なところで考えると、例えば左の選手が右に行く、右の選手がちょっと落ちるとか、そういうような細かな連動みたいなところがなかったので、ちょっと厳しかった。じゃサイドバック含めてやっていこうっていう風になったとしても、結局そこを東に奪われたみたいなものが広島戦ではありましたけど、今回の札幌戦で言うんであれば、だいぶきが違っていたんじゃないかなと思います。その一つが、やっぱり先ほど言った通り、インサイドハーフ、伊藤と小泉が本当は並んでる。これだったらマッチアップ状態になっちゃうんだけど、 伊藤が落ちることによってすぐ小前選手が来るとかってことというかボランチ内からすぐ来るわけじゃなかったからそれでグスタクソンが余ったよねっていうアクションもそうですしあとは例えば前田選手が持ちますってなってからの酒、まあ、井宏樹選手の連動だったりそこに伊藤敦樹選手もちょっと流れてったりだとかっていうことでそれぞれのサイドのところでもともとは1対 1×10、まあ、キーパー除いたら10っていうところが2週間前だったらまだまだあったよっていう形だったのが。 そこから前節の後半終盤からはそうだったけどちょっとダブルボランチ化させる時間帯が出てくると裏側の皆さんにもかなり気持ちの変化だとかいわゆる余裕みたいなのが見られるのかやっぱりグループ対グループ1対1だけじゃなくて複数対複数みたいなアクションを取るようになってきていたのかなってことは、まあ、見ていて間違いなかったのかなと思いますでただそれであったとしても浦和的にはまだなかなかつけるって状態ではなくて 最後のやっぱりコウロキ選手がこう関わって例えばビルドアップの出口的な感じでこう降りてきてってのでやるのは別に問題なかったんだけどでも最終的にそうするとやっぱり前がいなかったりだとかもそうだしあとは前田選手からのいいアタックなんかも前半序盤にこう2回ぐらいどんどんどんこう続いたシーンなんかもありましたが、まあ、まだまだ最後のフィニッシュのところまでは課題は残っていたんじゃないかなと思うけれどもともと浦和レッズからすればこのビルドアップで自陣抜けて敵陣に行くっていうところが 昨年度とかで言うんであればちょっと数が少ないよっていうふうになっていたのに対してこの札幌戦に関してはもうめちゃくちゃあの外に出ることができるようになっていた広島戦に比べてもまあもう速報数値もまだ出てきてなかったないぐらいでこれ取り始めちゃったんですけどその前段階で見ててもあ,あだいぶ脱出してるねっていうのはもう明らかに違いましたからやっぱりこうグスタフソン外に流したり前にちょっと行かせたりだとかっていう 前回のだからベルディー戦後半で学んだこととかっていうのがそのままこの試合では現れていたのですごく良かったんじゃないのかなっていうふうに思いました。 1枚だけ興6選手だけ変えた、まあ、前田直樹選手もそうなんだけどってのもありましたけどもしかしたらだから今後本当は大旗入れてとかにもなってくるのかもしれないし伊予選手をってこともあるかもしれませんけど中見ましたが大旗選手は多分呼ばれるのでアジアカップだとか含めてどの道裏側から一瞬離れざるを得ないってところはあったから、まあ、このメンバーでいってるんじゃないのと佐藤はずっと言い続けてきましたけど、まあ、多分そうなるんだろうなとは見てても思いましたと。 対する札幌の方としては、まあ、気になったことで言うんであればそのグスタクソンを使って結構アタッキングを裏回するようになり例えば、さっき言ったサイドに流れるっていう風になったところでその実はその、ね、前田選手、境電車たりに行った時にグスタクソンがその裏ちょっとカバーするよっていうシーンとかあって。 結局、守備で言うんであればとか、コースカットとかで言うんであれば、ボールが含まれる状態のオンザボールのというか、その時の守備ででも、実は1位、試合全体で1位、1位の守備指標を叩き出していたのがグスタフソン選手で、オフザボールのパスコースをこう、経由させないみたいな、そういうものではもうやっぱりグスタフソン選手がトップだった。で、なおかつキーパス、いわゆるシュートにつながるラストパスを送ったのも、そしてアシストしたのも、 結局はグスタフソン選手だったってところがあるので、まあ、攻で、まあ結局得点したのは坂井博樹選手ですけど、やっぱり MVP、この試合から誰か選ぶんであればグスタフソンって言ってまあ間違いなかったんじゃないのかなというのはありました。とはいえ、 例えば攻撃に対するリスク管理みたいなところから例えば逆サイドに放られるっていうのは札幌、ここまでの2試合ではなかったからもしかしたら裏をのスカウティングの中にあんまりこう含まれてなかったのかもしれないですけど例えば、菅で奪ってもうやっぱり菅ちゃんなのでやっぱり逆サイドに放るっていうのも今日この,この試合では結構あったなと思うんですがただ、とはいってもこう浅野選手でこの渡辺龍馬選手の裏を突く結果的に裏になっちゃったシーンとかはあるんだけど自らの自分たちのやり方として裏を狙おうっていうのはあまりこうできていなかった。 なかかっったかなと思てていてこの試合、浦和レッズとしては結構サイドバック含めた上での連動から前に行くっていうのは両サイドバックやれていたのかなと思うんですがなんか札幌が今までと比較してもちょっとあまりそういうアクションが見受けることができなかったなっていうのはちょっと問題なのかなと思いました特にちょっとばれすぎだろうという感じだったのがこれ札幌の皆さんにもちょっと伝えて,ておきたいんですがこれはあの札幌が悪いからなんていうの でできななははなかかかっっったたはは僕と思って,いてまあ一つ言うんであれば多分だけど連動がちょっと去年よりかは足らないそれはおそらくけが人とかの影響があるのはま間違いないと思うんですけど浦和の守備ってところはちょっと気になったなーっていうところがあってってかヘグモさんが学んだっていう言い方がちょっと僕は正しいような気がしてるんですけど なんていうか、ちょっとそれ用のシート作ってこなかったからさ、ちょっとやっちゃうんだけど、なんかさ、こうじゃなかった感があることを少し、例えばなんだけど、こう札幌がさ、こう、ボールを回そうみたいなシーンがいくつかあったんですけど、その時に、例えば、これあくまでで例えばで言うと、ちょっと馬場選手サイドの方をの問題をちょっと取り上げる形にはなってしまうんですが、 例えばこうなんですよね。こう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 。えー、本当はワントップコールキだよ。そこに対してウィングがいるよっていう形ではあるんですが、なんかそれに対して馬場選手がまあ右、このね、札幌としてはこの4バックパターンな感じに、ちょっとビルドアップの時にこうしちゃおうっていうところがあるんですけど、なんか見てる形であるのが、 これあの相馬監督、相馬直樹さんが以前町田とかでやってた形なんですけどあの裏側がいわゆる逆サイド側っていうところに入っていかないファイブレーンあるんであれば真ん中までの3つのところに守備が制約されていてコールキ選手が例えばこのパターンだたら岡村選手にアタックをかけウイングがそこのカバーに入るんじゃなくて インサイドハーフの伊藤敦樹が例えばこの新野選手にチェックを仕掛けグスタフソンと小泉がちょっとダブルボランチみたいな感じになり右、これだったら菅選手あたりがまあライサイドラインとの戦いになりますがそこに前田直樹選手とかがちゃんといてその裏のところは酒井宏樹選手がちゃんとカバーしていて逆サイドのところに関,しては関根選手はいる渡辺龍馬選手もいるんだけど奥の2例のところはほぼ使わないで札幌側はそっちに人はちゃんと配置してるんだけれども結局、 そっちにボールが札幌としてはボールを供給することができなかったみたいなシーンが結構あったなと思っていて10これだったら裏側は,はこの何メ,インサイメインスタンド側にの3レーン使って、えー、10にフィールドプレーいるじゃないですか。 で、だけど札幌は8人って状況なんでこれだったらアイソレーションやってる馬場とか浅野の方にボールを渡せればそこからアタッキングサードまで侵入していくってことは全然できるっちゃできる状態ではあったんだけどもうビルドアップのところが岡村、荒野の2人のところにもコウロキ、伊藤敦樹がいて二対2になってるしディフェンスのフリーランフリーランじゃないねフリーマンでちょっと関根選手がいるような形になってで、菅、青木もしくはスパチョークのところにはもう前田、 坂井裕樹もしくはその後ろのところでもショルツがいて武蔵のところにホイ・ブラーテン渡辺龍馬がもう小林勇樹を見るみたいな形になっちゃっていてもう手前サイドの方は数的優位が裏側2枚あるよって感じになっておりました。 あとはなんかむやみやたらにこうハイプレスならプレスで行くだとかミドルプレスでなんか前と後ろがちょっとなんかガラねどちらかが行ってしまってこうガラガラになるみたいなところがなくてなんか裏和としては札幌がボールを持ってなんか行けそうだなって感じであれば全体的に押し上げてハイプレスっぽいというかハイブロックみたいな感じにしちゃってそれでボールを奪ってこうという動きはあったしなんとなく全員でできるだけ真ん中で集合しましょうよ感だとかあとは自陣でとりあえずこうひっついときましょうよみたいな。 みたいいなものがが11人がいわゆる連動しあって、まあ、キーパー除いていいからフィールドプレイヤー10人で連動し合った攻撃ができ始めたなってところがあるのでようやくなんかこう実戦におけるヘグモ式の第一歩みたいなものが見られ始めるんじゃないかなと思いました。 現状で言うんであれらヘグモ式っていうよりもアンカー使ってやるビルドアップのスタイルパート1みたいなところをそれぞれが3、3、5ごでやっていた状況ではあったので,でその連動性もないしなんとなくお互いここでこういうことを動きたいんだろうなって分かってはいるんだけれどもコミュニケーションをちゃんとするわけでもなくやってしまっていたってところがあるのでキャンプや親善試合ってのはまあ,ある程度そういうもんなんだなってところはありますけどあのこういう公式戦になってそのセンターバックとかホイブラーテン、ショルツ またはグッサクソンのところからなかなかボールがーっていう風に言われていたところがだいぶ改善され始めたってところがあるのでヘグモさんもしかしたらちょっと危ないんじゃないかなと佐藤的には思った時期もあったりもしたんですけどようやくこう実践の中でこういうふうにしていったらいいんじゃないとか今年の J リーグの保持と表示の関係性のトレンドこれだからちょっとそういうところにアジャストしていこうよみたいなものがなんとなく全体的に見受けられたっていうのはすごい良かったんじゃないかなっていう風に思います。もうグルーープワークがなかかった2週間前の広島戦ら裏はだいぶ変 変貌したなっていうふうに思うのでまあ、今後に注目できればいいのかななんていうふうに思いますねなんで 代表ウィークで伊藤敦貴君がもしかしたら抜けるとかはあるかもしれないし、アンダー23だったら大畑君が抜けるとかあるかもしれませんけど、それ以外の選手は基本的にまあ怪我でちょっとね前田直樹、ショルツがっていうのはこの試合ではありましたが、そこさえなんかどうにかなるのでは佐藤陽太君も良かったし、今日、佐藤陽太、ちなみにデュエル全勝です、酒井宏樹選手が空中戦7分の7分ってとんでもないことやってたんですけど、やっぱちゃんとデュエルでお互いがこうコンパクトになって何がやりたいかってことが分かってると、気持ちに余裕が出てくるので、ちゃんとそれでデュエルでも勝ちやす いってのがありますからこれが続けるようなのであれば浦和はちょっとこの変顔もさんのところ含めて大丈夫なんじゃないかなっていう風になってくるんじゃないかと思いますただ札幌に関して言ったらちょっとなかなかね今節も、えー、点を取ることができなかったっていうのはあったと思うんですけどそれでも問題が起こったのはあくまで前節だなっていうのがあるのでこれで開幕戦は00のスクワレスだろここは特に問題はない で今回は0 1で敗れてしまった、これはちょっと得点2試合連続得点がなかったっていう風な意味にもなるので、どう見てもオ,オフェンスの方はちょっと課題は残ったりするのかなとも思いますけど。 ただ、第2戦の0ロ4というものさえ除くんであれば2試合で0ロ3なのであればディフェンスは、まあ、それでも9大点とまでは言わないけれどもだったらあとはオフェンスのところでもっと連動高くなんとなく3人目、4人目、5人目の動きみたいなものでちょっとそれぞれで考えていることが違うのかなってことは見てても取れましたからそこの連携、意思、疎通みたいなところがあってくればだから僕はちょっと田中克之選手のあのボールの、ね、良さだとかあとはパスにイメージとかメッセージ込めるっていうところは見てても明らかに取れたところがあるので。彼が スタメンに入っていったらどうなっていくのかなってことをちょっと僕は楽しみにしていきたいなっていう風に思っていたりしますそんな感じで試合直後まだね4時前だってところがあるんですけどそこで収録させていただいておりましたのみるさとでございましたまたデータ関連のものが出ましたらちょっと別途動画にしたいなと思っておりますので見ていただければと思いますそれでは